来ました、はるばる。すごい遠かった。よいしょ。あれは？ビッシュ構造じゃないんですけど、忘れてきた？ビッシュがないのはちょっとまずいね。なんか忘れ物するよな。まあ、気をつけて、パドルなくさんよ、ここか。行きますか、ね、最後一枚写真だけ撮っとこうかな。今日はなかなか時間をかけて、福井県の三国まで来ました。なんかマダイとかブリとか釣れてるので、なんかそんなん釣れたらいいなと思います。カヤック始めて2年ぐらい経ちますけど、未だに青物が釣ったことがなくて、いやそろそろ釣りたいなと思ってるけど、今日がその日になってくれることを願いますね。頑張っていきましょう。よし。ただ
初めて出すとこやからポイントが全然わからへん。適当にね、なんかやってる人たち見て、まあコンディションはけど抜群、全然波もないし、ちょうどやか。ちょっとあの辺まで行ってみますか。なんかやってはるとこまで。結構みんな遠くまで行ってんね。待って、ついてくれ。怖い。ちょっとフィッシュグリップも使おう。怖いわ。あっぷね。怖い。この服がいっぱいついてると怖いな。フィッシュグリップかな、落ちてった。あ、フィッシュグリップあったってことは、落ちた。サメだけが、まあ、閉めへんけど、いけるでしょ。
まあ、ダイソーかな。走る感じはすげえ餌っぽいけど、なんか食べれる魚やったら嬉しいな。長細いのやめてよ。長細いのやだよ。長細いのやだよ。よっしゃ、キジハタか。どうやろうこのサイズ。ちょっとなんかリリースサイズな気がするな。リースかな。大きいのに連れてきてくれ。すごい光景。反応がいいけど釣れないな。ちょっと探しに行こうか。よし、多分結構いいサイズ。青物ではないっぽいけど、叩かないしまないでもなさそうやけど。よし、よし、重い。あ、ホウボウか。ホウボウか、どうしよう。ほほ、まさかのホウボウちゃんか。どうやろ。悩むな、持って帰るか。よいしょ。あ、待て待て待て、落ち着いてくれ。キャッチしとくか。Thank you.
ほら、ナムラ来た。めっちゃしかも近い。ちくしょう。うわ、こういう時に限ってめっちゃ絡まってほしい。バシャバシャ言い出した。おーおーおお、ナブラナブラナブラ。ちょ、一瞬やった。あーでもまだ湧いてるわ。めっちゃバックラしとる。だるいだるい。嘘っぽいけど。キジハタじゃ。しかもぼちぼち持って帰るか。よいしょ。鳥さん溜まってるとこあるんじゃね？青のか、アイソか、どっちかやろ。
いいサイズのアコーがまた釣れた。いいね。アコー。よいしょ。ちょっと反応いいからまだ落としてみようか。よいしょ。またアコウか。うおほほ、うっかりカサゴじゃね。でっか。何カサゴ。うっかりカサゴ。今日の反応良すぎるんで、もう一度。マダイか、マダイっぽい。よー、叩くね。マダイかね、マダイか。あんまりなさそうだけど。ロイチっぽいな。マダイ来い。よいしょ。おお、なにこれ。ダブルヒット。そりゃ重いわ。ちょっと逃がそう。よいしょ、びっくりカサゴや。よかったね、ちっちゃくて。なんでこう寝魚ばっかじゃない。でもこれちょっと持って帰らせてもらおうか。ちょっと乱獲しすぎてるような気がするな。青物釣りてえな。
おお、イルカや、イルカや、こんなところにおんの。イルカが追ってきてる。すげえ、野生のイルカや。ひっくり返さんといて、俺のカヤック。もしもし、終わったわ。うん、聞いて、イルカがいる、イルカがいる。めっちゃ浅いとこよ。うん、ちょっと動画にするわ。わかるかな、どこ行った。あ、いたいたいた。わかる、わかる。うん、何かはわからんけど。あ、イルカ来た、こっち。お前、そんな浅いとこにいるん。いた。すごっ。なんでこんなとこにいるん。いや、わからん。な、切るで。こんにちは。あ、まあなんかあんま大きいのは釣れなかったですけど。青物釣れたんですか。いや、青物を釣れなかったですね。青物釣れるって来たんですけど。そうですよね、なんか YouTube でバコスコ釣ってる人がいたから。自分も YouTube 見てきたんですけど。なかなか渋かったですね、釣れましたか。全然です、根魚はだけです。あ、そうですか。なんかマダイとかも釣れるんかなと思ってたんです。そうですよね、多分同じ人の YouTube 見てますね。みんな多分それ見て同じやつで。4日前まで良かったみたいです。あ、そうなんですか。トビウオが結構飛んでましたね。もうちょっと早い時期なんですかね、ここは。なんかゴールデンウィークぐらいがいいって言ってますね、 YouTube で。お疲れ様です。取れてる、これ。